はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、食玩66アクション仮面ライダーです。はい、定価は1個380円で全4種類、ラインナップはマシンチェイサー、オーズのタチャドロコンボ、リュウキブラック。外箱はこのようになってて、表側と裏側、パッと見気になったのはリュウキの付属品がすごい豊富で、各パーツを合体させるとドラグレーターになるんですね。しかもファイナルフォームライドシリーズの龍騎にもなるんですね。とりあえずまずは17、18のマシンチェイサーとタチャドルコンボをレビューします。はい、中身はいつも通りパンパンで、台座のパーツとブレイクガンナーと手首パーツ、さらに本体。はい、頭をセットして、手首パーツをはめて、ブレイクガンナーを持たせれば、はい、マシンチェイサーの完成です。66アクションシリーズは、毎回ちょっとずつ進化して、可動範囲とかプロポーションが良くなってきてますから、今回も文句なしですね。はい、全体はこのようになってて、近づいてみるとこんな感じ。副眼もクリアパーツが使われてて、顔周りも細かいですね。メカメカしいアンダースーツの感じもすごくいいんですけど、ボディカラーが赤紫なんですよね。本当はメタリックパープル、こういう色が理想なんですけど、ちょっとカラーが違います。まあそれでも十分クオリティが高いですね。パーツもすごくしっかりしてて、ポロリもありませんし、ポーズも決まります。可動は首がグリッと回転して、両腕も回転。死神マークも綺麗ですね。反対側のシルバーもいい感じ。二の腕の回転と肘、手首の回転。ボディはちゃんと腰からある程度動きますし、付け根も横方向にも縦方向にも動きます。ももの回転はありませんけど、膝と足首。手首パーツも引っ張るだけですから、交換はすごく簡単ですし、で、後ろに穴がありますから、台座を作ることで、はい、このように、さらに自由なポーズが取れます。台座の下側に手首パーツのステーもありますから、ブスッと差し込むことで、ちゃんと保管もできます。もう最近の66アクションシリーズは、特に突っ込みどころがないですね。とても出来がいいです。では次はタジャドル。タジャスピナーがちゃんと別パーツになってますから、いい感じっぽいですよね。しかも、クリアパーツかな？はい、このように、タジャスピナーは、やっぱりクリアパーツだ。はい、同じように、台座と、手首と、ボディと、頭。そして、赤いクリアパーツのタジャスピナーも入ってます。では、頭をつけて、うわ、このオーズ、かっこいい。いいな、今回の66アクション。で、右手と、左手首に、タジャスピナーをセットすれば、はい、タチャドロコンボの完成です。これかっこいいですね。全身赤色ながらも、ちゃんとカラーが微妙に変わってますから、これほんといいですよ。はい、全体はこのようになってて、まあどうしても塗装省きはありますけど、オーラングサークルも綺麗ですし、近づいてみてもイケメンですね。可動箇所はさっきと共通で、全身がくまなくぐりぐりと動きますし、下半身の可動域がマシンチェイサーよりさらにすごいですから、両足を揃えて台座にはめることで、はい、プロミネンスドロップもできます。しっかり必殺ポーズいけますね。これはさすが。マシンチェイサーはまっすぐならないですから、やっぱりタジャドル用の可動ギミックのようですね。しかも足裏までちゃんとモールドが入ってます。はい、2体並べるとこうなります。足のサイズが小さいですから、自立のしにくさはあるんですけど、プロポーションも可動域も問題なしですね。それと噂によると、66アクションシリーズと、食玩ライドチェイサーが、ちょうどいいらしいんですけど、はい、登場できました。予想以上にめちゃくちゃバッチリですね。はい、ということで食玩66アクション仮面ライダーのマシンチェイサーとオーズタジャドロコンボを紹介しました。とりあえず言えることは、両方ともめちゃくちゃかっこいいです。
いや、これは文句なし。もう特に何か不満点的なものもないですね。380円でこの全長サイズで台座がついて武器もついて可動域と塗装もいいですから、個人的には不満点なしです。では次の動画では残りの2つの龍騎とブラックをレビューします。以上、食玩66アクション仮面ライダーマシンチェイサーとオーズタジャドロコンボの紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。